ベンジャミン・スティリングフリート、ヨハン・ヨゼフ・ザ・ファニー、ベンジャミン・スティリングフリートは、イギリスの植物学者、翻訳家、作家である。知的な女性のシンボルになった、ブルース・トッキングの由来に関連する人物である。ノーフォークのウッド・ノートンの医師の息子に生まれた。祖父は主教であったが、反対された結婚をした父親に遺産は残されなかった。 ケンブリッジ大学のトリニティカレッジで学位を得るが、フェローにはなれず、上流階級の家庭教師として収入を得た。親戚の地主、ウィリアム・ウィンダムの家庭教師としてウィンダムが7歳から20歳になるまで教えた。ウィンダムの7年間のグランドツアーに伴い1742年に帰国した。この旅行中、 冬のスイスで何度か他のツーリストとのパントマイム劇の脚本を書き音楽を担当し、この仲間は夏の間はアルプス山脈の未知の氷河を調査した。イギリスに戻った後、家庭教師を辞めるが、ウィンダム家から7年間、年100ポンドの年金が送られた。ウィリアム・ウィンダムは1744年にスイスの氷河の研究の功績とスティリングフリートが 教えた数学の能力を認められて、王立協会のフェローに選ばれた。スティリングフリートは、ウィリアム・ハドソンが、イギリスの植物の出版を発表した時に、リンネの分類法の先駆者として称えられたことでも、有名になった。1750年代に、エリザベス・モンタギュや、 エリザベス B.C. ーーらの文学サロンに招かれた多くの人々の中にスティリングフリートがいて豊かでなかった。スティリングフリートは正式な絹の黒い靴下を持っていなかったので毛織りの青い靴下で出席していた。スティリングフリートの不在で会話が盛り上がらなかった時に青い靴下がいないと記録されたことがブルース・トッキングが知的な女性の象徴になった由来とされる。スティルは 植物の学名で命名者を示す場合に、ベンジャミン・スティリングフリートを示すのに使われる。ありがとうございます。